はい、こんにちは。2022年3月15日です。今日はとうとうですね、結婚しますよ。ここはね、あの万田大吾さんが教えてくれた、旧北陸信越運輸局、ここ運輸局だったんですね。運輸局だった場所にいます、ここから今日はとうとうですね、これお鍋ですよ。お鍋初めて買うな。鍋でルーだけ買ってきますよ、バンダイシティバスセンターのあの超有名な超大人気の、カレーですよ。バスセンターのカレー、あれをルーで買ってきてレトルトと食べ比べする動画をね、とうとう結婚しようと思います、ちょっと休憩が3時間ぐらいしかないからね、ちょっと時間がないから急がなきゃいけないんだけど、とりあえず鍋で買ってきますよ。初めて買うんだよね。はい、ちょっと前に来たばっかりの、バスセンターでございます。今日はね、もうバーッと買ってバーッて戻ってきますよ。とりあえずね、あとスプーンも買っちゃおうかななんて思ってます。ちょっとお金があるか確認してからね。はい、行ってきます。ちょっと前に来たばっかりだけど、わ、今ねまだ10時46分なんだけど、こんなにたくさん食べてる人いる。いや、ほとんどカレー食べてますね。だから どれルーだけ、あ、これあとは金これ両方欲しいけど、今日金にします。金ありますよ。買えた、よかった。お願いします。はい、買えた。初めて買った。こうやってね、手が塞がると思ったんで、前回あのあれで、レトルトのあれを買っときました。はい、車戻ってきましたよ。見ます行くよ、開けるよ、オープン。お、結構いっぱい入ってないこれ、一人分だと。これね、結構深いんだよこれ、結構いっぱい入ってる。これを持ってちょっと別のところに移りますね。そしてこれがスプーンですね、780円。金と銀両方欲しかったんだけど、1個にした。まあいつものなんか秘密の場所に来たんだけれども、ちょっと外風が強くてね、外で火これ無理かもしんないな。めちゃくちゃ風が強いですよ外。いやー参ったな。ガード下に行こうかな。まあ、とりあえずひとまずこれね、組んでね、やり始めてみよう。とりあえずはこれね、いつものテーブル、めっちゃ楽しみですね。これも温めなきゃだし、あとはそうだね、ご飯急ぎます。はい、ご飯はこちら、これコシヒカリ、これコシヒカリじゃないやつもあるんですよね、こっそりね。これはとりあえず、まあ一応いいやつかな、いい方。これはまあせっかくだから2つだね。そしてこの間買ってたね、バスセンターのカレーレトルトですね、これを比べますよ。そして助手席の椅子の下に忍ばせてあるフライパンで温めます。フライパンでっていうかね、フライパンで湯煎をするといった感じになりますね。はい、そして何度も放送している僕の車の中、この中にこっそりコンロがねあるんですよ。このミニタイプのコンロ、めちゃくちゃ便利です。これね、これで温めます。超いいですよ。はい、そしてこの中からここの収納、あ、外れちゃったから、ガスは多分これもう少ないから足りないかな。あ、そしてこのね、お玉も使います。新品、洗ってから使わなきゃだね。あとはこの中から、スプーンもう一本ね。はい、このスプーンでね、ね、こう混ざっちゃうと悪いからね、2つ使いますよ。こんな感じ。わ、止まった。結構無理やり感があるな。そして一緒にこいつも開けてきますよ。これ一回ね、食べてる動画上げてるんですけどね、食べ比べしてない。これ 1.5 人前っていうのが微妙ですよね。だからちょっと余るんだよね。これ中辛なんですよね。バスセンターのカレー、ちなみにバスセンターで食べるときは別にあの辛さの指定はできないです。1種類しかない。これも一緒に入れておこうか。こんな感じ。これでまあ15分
待ちます。はい、そしてですね、こっちもね温めなきゃなんで、ね、まあ途中から、まあこれはすぐ温まると思うからね、まあでもこっちのコンロで温めますよ。もう一つのコンロ、これはまあキャンプ用のコンロですね。こうつなぎ合わせてね、ここに火がバーって出る感じですね。まあこんな感じで、まあすぐ温まると思うんだよね。これはもうちょっと経ってから温めます。これずっと前から欲しかったんすよね。開けてみますよ。これやっぱり銀も今度買おう。金銀とやっぱり両方揃いたいじゃないですか、ね、金のカレースプーンです。わあ、これねバスセンターで食べてもこれで出てくる、まあ、これじゃない時もあるんですけど、これで出てくるんですよね。うわー、綺麗、かっけー。はい、意外と燕三条とかで作られてんじゃないこれ。あ、ほらやっぱり、ほら新潟日本産。うわー、やばい、風がすごい、やばい、ぶっ飛んできそうだな。燕さんですよ。どこで作ってんだろう。本田さんとこじゃないよね、わかんないけど。わー、綺麗、ほらいいでしょ。780円、買ってよかった。やばい、ちょっと風やばいな、これちょっと風やばいかな、マジ怖いんだけど。これ念のため軽く洗おう、ね、まあ洗剤もいいでしょう、ね、はい、一応洗った。いつも通りですね、まあ紙皿のようなもの、これ紙じゃないんだけど、発泡スチロールのやつを貼ってあります。これって洗わなくていいよね、多分ね。洗わんでいけるよね。だってこうキャンプとかで使うやつだもんね。これをまあ、二つ。食べきれっかな？めちゃくちゃお腹いっぱいになりそうだね。でもカレーだとほら、いっぱい食べれちゃうじゃないですか、意外と。だからこれで、二つ作りますよ。ね。どっちかわかんなくなったりして。いや、わかるか。さすがに。はい、そしてですね、一応福神漬け用意しときました。なんか言えばくれるってね、教えていただいてたんですけど、このね、鍋でもらってきたからこうベチャって入れられちゃうと、なんか別のこういうね、タッパーとか持ってきゃここに入れてくださいとか言えたのかもしれないけど、言えなかったんでね、まあ一応買っときました。100均だけど、ね。これ、まあちょっと乗せます。すげえ、めっちゃボコボコなってきた。いや、そろそろこれも温めておいた方がいいかな。こっちで温めますよ。これはね、キャンプ用のやつだから、ちょっとやそっとの風じゃ消えない。ね、こんな感じで温めます。倒さないようにしなきゃね。うわ、めっちゃ本格的。これはね、気をつけないとね、すぐ焦げますからね。うわ、いい匂いする。ね、これめっちゃいっぱい入ってるよ、これ。一人前とは思えない。え、これいっぱい入ってるね、すっごい。これ、いっぱい入ってるわ。これすぐ温まっちゃうな。コテコテ、うまそう。めちゃくちゃいい匂いしてきた。やばいやばい、これうまそう。すっごくやっぱ本物やばいね。うまそうで圧倒的本物。具がやっぱりねすごいよね、これ大きいしさ。うわー、風強い、やばい、砂とか入りそう。怖い怖い怖い。わー、これもういいかな、こっち。いいっぽいね、いいっぽいね、いいっぽいよね。もうすごい、もうガンガンに温まった。うまそう、バスセンターのカレー。これやっぱ本物。まあうまいわな。うまそう。OK です。はい、この強風の中なんとか耐えて、時間になりました。完成ですね、完成。うわ、どんな感じなんだろう。お腹が減ったよ。さて、じゃあ作っていこうと思います。 1.5 人前って何なんだ。うわー、風強い、怖い。うわー、できてる、バンバン。うわー、すごい熱い。2つ食えっかな、これ。急げ急げ、ぬるくなっちゃう前に。バンバンですね。
完璧ですね。もっと2つ食べれっかどうかわかんないけど、もっと、煮こぐい結構大変かも。レトルト行きますよ、開けますよ、ベラベラベラ。すごいね、あ、なんかこう、なんていうの、なんて言ったらいいんだろう、めっちゃなんか片栗粉で固まってるみたいな雰囲気、こってこてやで。そしておっと、はい、こいつをかけていきましょうか。これ本物ですよ、本物。器を汚さないようにね。うわー、極めて似てる。あ、そりゃそうか。完成完成。あ、福神漬けか、福神漬けか。あー、こぼした。どう？これでいい？うわー、完成しました。はい、完成です。うわー、クリソツ、クリソツじゃない。はい、とうとう完成です。これすごくないですか。え、わかんないじゃん、わかんなくなっちゃうじゃないですか。これ似てる。いやー、よくできてんだ、やっぱり。早速ね、温かいうちにいただこうと思います。これおもろいね。全部食べきれないかもしれないな、これさすがにね。そしてバスセンターのカレースプーン、いやー、これやっぱり両方買えばよかった。しくった、なんか780円高く感じた。いただきます。はい、じゃあ本物はバスセンターのカレースプーンでね。で、偽物、あ、偽物じゃねえか。あの、レトルトは、まあ、もともとあったスプーンで、ね、いただこうと思います。うわー、これ、どっちから食べる？これ。うわー、これは似てる。極めて。そっくり、まずちょっとね、口の中をリセットして。いただきます。これ、近くで撮ろうか。近くで撮ろうか。これは、ちょっと近すぎる？さすがに。近すぎる。さて、では、え、こっちが本物だよな。あれ？あ、そうだね。あれ、レトルトの方、こんなにちゃんと野菜入ってたっけな、お前。さ、ウケる。では、いただき、まず本物。あ、どっちがいい？どっちがいい？まず本物。まず本物。あ、これちょっと袖がちょっと袖が黒いのでちゃ出ちゃって恥ずかしい。ではまず本物からいきますよ。いただきます。うん、おいしい。いつもの味だ。ついこの間食べたばっかりだもんね。うん、うんうん、おいしい。はい、それではね、レトルトいきますよ。ん？あれ？うん。あのね。あ、味がちょっと違う、やっぱり。うん。あの肉がまるっきり違う。こっちの肉は普通になんかこれ豚肉なんだよな、多分な。
うんうん、アステンタのカレーだ。うん、うーん、味が違う。そしてこんなでかい肉入ってたの初めてだな。うわ、これすごい。こんな大きなお肉が入ってたのは今までで初めてだけど、これお肉がね全然違います。え、これ何肉？え、これ肉全然違うよ。これ豚肉なのかな、普通に。ほら、こっちに入ってる肉はさ、ほら、なんていうの、このよくあるさ、バラ肉っていうのかな、これよくわかんないんだけど。わあ、これほら色も全然違うし。そして、うわ、ものすごい雨降ってきたぞ。うん、全然違う。わ、これむしろ別のカレーだ。あれ、前食べた時よくできてる、似てるって言っちゃったけど、え、こんなに違う。え、ちょっと正直びっくりしてんだけど。全然違う、本当に。そしてやっぱりこの本物の方が明らかに辛い。うん、うーん、いや、ここまで違うのは想像してなかった。おかしいな、おかしいな。え、こんなに違うの。いや、再現はされてるんだけど、見た目はね。いや、これはちょっとびっくりだぞ。まあ確かに。いや、でも違うな。やっぱりね、ほんのり甘い感じがするんですよね、こっちのレトルトの方は。肉の味がまるっきり違うもんね。あと、まあ人参はこうやって生き残ってるんだけど、玉ねぎはこっちまるっきり入ってないですね。こっちはもうまだ普通にこうね、あの玉ねぎとして生きてるというか、こういう玉ねぎが普通に入ってる。そしてかなり辛いですね、やっぱりね。まあこれもぜひお試しください。違いがはっきりわかります。てか相当違う。でもまあごめん、それを言っちゃうとちょっとな、営業妨害になるのかな、わかんないけど、あ、思ったより味がかなり違う。これはあのね、目隠ししてどっちだっていうのもね、やろうとも思ったんだけど、一人じゃできないじゃないですか、さすがに。一人じゃできないんでやめたんだけど、もし目隠しをしてどっちだってやったら、バスセンターのカレーをもともとあそこで食べたことある方は絶対にわかると思う。もう肉の食感と味がまるっきり違う。
うん、まあレトルトにするともうお肉とかのね製造工程過程でもこれが限界なのかもしれないですね。もう結構全然違うからね。これはもうとにかくあそこで作ってるんだろうからゼロからね。うんうんうん、これまあ何が一番言いたいかっていうと、あのこのレトルトだけ食べたことありますよって言ってるっておっしゃる方がいたとしたら、ぜひバスセンターで本物食べてみてください。あのまあこれでね、これをね、あーこれバスセンターのカレーのレトルト美味しかったって思った方はなんかついてたねこっち食べたらぶったまげる美味しいですびっくりするほど美味しいと思う。うん、まあでも好みあるかな、好み。まあこっちがいいっていう人も、うん、甘め甘め、うん、辛さも変わっちゃうんだね。あ、まあこっちがほら中辛って売ってるから、そうなってくると本物は辛口ですよ。うん、そういう風なこうね部類になっちゃうな。うん、うん、あ、やっぱり本物がうまい。すいません。うん、当たり前かもしんないけど、いやこれはちょっとやってみてよかったな、驚いた。うん、ちなみにこれ540円です540円でルーは販売機のところの動画部分のね見るとわかると思うんですけど、こんなにたくさん入ってまだ全然余ってるんですよ。余ってる、なんかあれだねまだねかなり余ってるんですよ。相当これたくさん入れてくれたっぽいよね。ちょっとなんかサービスなのかな、たくさん入れてくれたっぽいけど、これあっとと290円ですよ。これ全然安い、あのレトルトがいかに高い、高く感じちゃうというかね、そんな感じです。レトルトもちょっとまだね 1.5 人前だから入れきれてなかったんだけど、まあちょっとぬるくなっちゃったけど、これまあ僕がちょっと食べね、これ持って帰るわけにもいかないから、まあ入れちゃうけど、あの相当味が違いにはちょっとびっくりしたな。見た目はねすごい似てるっていうか、いい線いってんすよね。いやもうお腹いっぱいになってきちゃったな。いい線いってるんだけど、いやーこんなに違うんだね。たっぷりつけてね。うん、うーん、甘い。あのぬるくなってきたらなおさらわかる。うん、違いが。あ、これびっくりするね。あのでもね、別に美味しくないって言ってないですからね。美味しいです、両方すごい美味しいんですよ。美味しいんだけど味が違うのはびっくりした。うん、いやこれほんとバスセンターのね、また怒られちゃうかもしれないけど、怖いの、忠実に再現したんだとか言われたらね怒られちゃうんだけど、いやでも本当なんだもん本当に違うんだね。なんかこれだけを単体で食べると正直、わあよくできてる、同じじゃんって思った確かに。だけど並べちゃうとその違いたるや。でもね、両方美味しいですよ、すごく。まあ僕これ、この本物の方が圧倒的に僕は好きですけど、辛めだけど、いやーちょっとでも、いい経験になりました。そんなでいいかな、もうお腹いっぱいだ。でも美味しい。
最後レトルトで終わりにしたくないから最後本物で終わりたいじゃないですかね。はい、うん、うめえ。完食です。めっちゃお腹いっぱい食べました。いや野菜とかスープとか用意しないでよかった。もうお腹パンパンです。はい、いかがだったでしょうか。新潟はバンダイシティバス線、もうバンダイシティなんですよね。バンダイシティって2が小さくないんですよ。これね、もうこれこだわりというかわかんないけど、まあここのバスセンターとかのね、多分こだわりなんでしょうね。こっちにも書いてありますもんね。基本的にバンダイシティは胃が小さくないっていうね、胃が同じ大きさですよ。これバンダイシティなんですよね。みんなね、バスセンターとかその辺の近辺のね、こう看板だとか、バス停だとかはね、すべて胃が大きいんですよ。大きい。はい、豆知識でした。はい、今バンダイシティバスセンターのカレーね、レトルトと本物の食べ比べ動画いかがだったでしょうか。僕は本当に面白かったんだけど、なかなか思ったより味が違うのはちょっと驚きですね。こんなに違うんだなと思って、うん。決して営業妨害とかのつもりはないんだけども、本当に全然違う感じがしたからね。うん。ただね、レトルトの方単品で食べてると、うわー、同じじゃんってすごい思ったんですよ、前はね。本当にすごい似てると思った。うん、確かにまあ、よくできてるんだけど、まあ、お肉全然違うし、味がね、やっぱり、まあ、片やちょっと甘めで、片や辛いみたいな、そういう極端な違いがちょっとあった、うん、感じ。まあ、口の中に入れた時はね、やっぱり、おって思う、まあね、似てるっていうか、まあ、同じような感じはするんだけど、まあ、やってみてください。ぜひね。面白いかな。はい。というわけでですね。なかなか本当はね、こういうのって、例えばラーメンでも、本物とカップラーメンが出てるとかね、そういうのあるじゃないですか。それも同時にやりたいんだけど、ラーメンだと結局無理じゃないですか。まさかね、ラーメン屋さんに行って、ね、カップラーメンをお湯入れて、ね、こう食べるわけにも、まあ、いかないというか怒られるよ、多分ね。わかんないけど。それもやりたいんだけど、まあ、いろんなことをね、これからも、まあ、やっていきたいと思ってますんで、ぜひね、チャンネル登録、グッド評価、お願いいたします。はい。これからもですね、まあ、新潟のこと、ね。ね、まあ、これから桜の開花時期だとかね、それ桜も見に行ったりね、あとは釣りに行ったりね、いろんな動画上げてますんで、ぜひね、これからも、応援よろしくお願いします。はい、というわけで、はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ、仕事に戻ります。バイバイ。